試合開始です。両チーム相手の出方を伺っているようです。合わせた。スローイン。これは危ない。折り返す。いいパスが出た。攻めきれない。ここで笛です。前半終了。前半戦が終わった。後半開始の笛です。スローイン。預けて。後半10分経過。スペースができている。コーナーキックになります。狙いすぎたようです。さあチャンス到来。ヘッドでパスを送る。シュート。これはゴールキック。後半30分経過。選手交代が行われるのでしょうか。ワンツー。
険なタックル。イエローカード。ここで選手交代です。ボールを運んでいきます。放り込んできた。ここでホイッスル。90分間で決着がつきませんでした。延長戦突入。さあ、いよいよ延長戦が始まります。オフサイドはない。高く上げた。ヘッドでつないでスペースを見つけた。前が空いた。最後のところで崩せない。ファーサイド。おっと、早くも延長戦前半終了です。さて、ここが正念場。延長戦後半が始まります。キラーパスになるのか。待ちに待った先制点が入りました。いい時間帯にゴールを決めましたね。ただいまのゴール数を振り返る。スローイン。上です。長き熱戦に終止符が打たれました。1点を死守しました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見事